はい、というわけでどうも皆さんこんにちは、ベルサスです。声がおかしいです。この数日ですね、すごい俺は楽しみました。で、ちょうどね、撮影日の前日、まあ、8月の29日が欅坂46のね、夏の全国ツアーの幕張メッセだったんですけど、まあすごかったね。あれは久々にあんな素晴らしいものを見た気がする。だってズーミン、まあ、今泉ゆいさんが復帰するっていうね、もう胸熱、ちょっとねやばかった。もう俺体力持つかなって思うぐらい。あら、裏からか、ラピブラか。いやー、もうあのライブはね、よかった、すごいよかった。感動する。あれはに落ちしてんのか。あー、くそ、ラピブラうぜー。ほんと必然ラピブラ嫌うからな。ガチホコのルール自体久々にやるわ俺。マジか、くそ、ラピブラの方が当たるか。あれ、味方さん止めて。ああ、喉が。あれ、なんで取らなかったの、ガチホコ。進めようぜ、せめて。いや、そっちから行くのはまずくねえか。まあそりゃそうだろうな。3落ちか。まあでも、まあ大丈夫でしょこれは。ああマジで俺も喋んない方がいいかもしんない。もう俺誰かと今日動画撮ろうかな。もうなんかね、ここ数日声出ない気がする。俺実況撮れないと思うから。やばい、やばいかも。なんかさ、前さ、あのマリオカートの動画でもさ、神宮に行った時さ、こんな感じのやつ出してたよね俺。危な、てか、あー嘘、やられたか。攻めすぎじゃね。ナイスー。待ってる、裏、裏見とくから、裏見とくから。行って行って、ゴー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 。しんがりやる、しんがりやる。あー、そっちの方がいたか。あー、喉が。味方来るの遅かったな。ジェパの人がちょっとこっち待機してくれてれば。あー、くっそ、ガチホコがちょっと邪魔だったな。いや、まああと17秒ぐらい耐えきれるっしょ。
ナイス。ふぅ。集中力もなんかなくなってくるね。ダメージがあると。